カドマン中目黒のこれ知ってる。始まりました。ダラダラと自分たちが好きなアプリを紹介する番組。いや、始まりましたはいいんですけど、またちょっと白髪が増えた。でもパーツはね、メガネしてる。メガネでちょっとこんな感じの髪型、おかっぱ感じの髪型で、ちょっと雰囲気変わったね。雰囲気がイメチン、ちょっとかっこよくなりましたか。じゃあねえだろ。何やってるんですか、あんた。司会ね、されてますけど、一応自己紹介しないとあれですよね。はい、あ、そうですね。はい、はい、元宝の Y 大課長でございます。よろしくお願いします。今回またうちのタイトルを紹介していただけるって言ったところで、はい、あの司会じゃちょっと子供じゃないかなと。岩田さんは、岩田卒業になりました。あ、卒業して、やっぱり、はい、あ、そうなんだ、はい。ご存知の方多いと思いますけど、サモンズボードという、はい、ガンホーが放つ新しいボードゲーム、スマホのボードゲーム、はい、スマホ時代のボードゲームと銘打って、はい、ちょっと吹いてる感じしますけど、はいはい、すごいキャッチに悩んでました、ね、これが面白かった。想像以上に面白くて、はい、今夢中になってやってるんですけど。じゃあそんなわけで、はい、ゲストガンホーが誇るエースエース、サモンズボードのプロデューサーである荻原聡です。どうぞ。もう行っちゃいますか、このまま。よろしくお願いします。よろしくお願いします。荻原さん、はい、荻原ご紹介いただきました。ぶっちゃけエースエースって言ってたんでエースって呼んでました。みんなエースって言って、ね、番組の中ではエースで行ける。ものすごくプレッシャー高い。じゃあ早速ですけど、はい、プレイしながらゲームの説明をしていきましょうかね、はい、そうですね、はい、ざっくりとこのゲームの概要を説明すると、自分 の, モンスターのボックスから4体モンスターを選んでパーティーを作って、ゲームの本編の方というか 4×4 の, ボードゲームの方に進むんですよね。じゃあ早速ちょっと入ってみましょうか。死なない程度のところで、はい。じゃあちょっと今配信されてるここにイベントダンジョン、イベントダンジョンですね、はい、ちょうど月曜から始まったやつです、ね、はい、入っています。 UI いいですよね。そう、すげえ見やすくってね、かっこいいんだよね。そう言っていただけると、うん、助かります。嬉しいですね。結構こだわって作ったんで、うん、でこれが噂のゲームの本編のことですね、うん、で基本的にはこう 4×4 の、うん、まあ、ボードゲーム、ボードゲームってさっきおっしゃっていただいてるんですけど、うん、まあ、基本的にはこの 4×4 っていうマス目に対して、うん、右下の L 字型で並んでるのが自分のモンスターのユニットですね、はいはい、うん、で左上にいるのが、まあ、敵のモンスターなんですけども、うん、まあ、基本的には自分が動かしたら相手が動くっていう単性の、うん、ボードゲームになっています、うん、自分のモンスターを全部動かすわけじゃなくて、一旦に動けるモンスターって一体だけなんですよね。一旦で動けるのは一体だけですね、はい、その代わり一手動かした後に、他の関係ないキャラクターも攻撃対象がいたら全員攻撃するっていう形の流れになっています。これ例えばこれナイトメアっていうすごい強いモンスターですけど、はい、これってモンスターごとに動ける方向が決まってるんですよね、はい、そこがミソですよね、うん、その動ける方向と攻撃できる方向がまた一緒っていうのがミソですね、うんうん、はい、例えばこれ1個だけ動かすと、これこのナイトメアって右斜め上に攻撃できないから、うん、今下のモンスターだけしか攻撃できなかった、コンボにならなかった、はい、動ける方向と攻撃する方向って一緒だったんですね。そう、気づかなかった。マジマジっすね。それで言われるでしょ。ちょっと普通にやりますよ。でさっきからこう動かしているモンスターと別のモンスターも攻撃してるんですけど、うん、これがさっき言ったいわゆる動かしたモンスターだけが攻撃するんじゃなくて、うん、1点しか動かさない代わりに、うん、その局面で動ける、あ、攻撃できるモンスターは全員攻撃するっていうのがちょっと一味違うとこかもしれないですね、うん、普通の男性と。確かに、うん、これね、右下のこのフェアリーですか、難しいですね。そう、これが嫌なとこにいるんですよね。そうなんですよね。俺は逃げますよ。逃げるも、あ、でもこれ多分左上のモンスターが斜め下に移動してくると思うんだよね、まあ、それはと機動力がありますよね、うん、まあ、普通にそうするとこいつが下にあれ。まあ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 食らってますよ。これはあ、いいですね。なるべく1体のモンスターに集中させてコンボを直していった方が、うん、
敵モンスターの数が減るので、はい、そうすると圧倒的に自分が優位になっていくので、そういう形で進めていくと勝ちやすいかもしれないですね。1体キャラクターが死ぬとダメージも増えちゃいますし、与えるダメージも減っちゃうので、なるべく敵を1体ずつ倒していくっていうのがちょっと1回目のやり方としては同じかもしれないです。格好撃破ってやつ。そうですね。でこのあのドレイクっていうこの僕のモンスター、はいはい、これあの矢印が2つついてると、これたくさん移動できるんですよね。そうですね。まで味方のモンスターも超えて移動できる。すごいですね。そう、これ多分将棋でいうところの飛車ですよね。そうですね。飛車の動き意外に狭いように見えて、割と動かせる範囲は広かった、はい、うん、最高何倍までいくんですか、あのコンボって。ですね、今だと3倍弱は多分出ると思いますね。確かに結構俺のパーティー火力あるでしょう。結構強いと思います。結構いいパーティー、いいパーティーだと思いま す, です。普通珍しく大塚さんがガチャの引き合いですからね。そう今回ねめっちゃ良かったんだ。それも俺のモチベーションにつながる。今回はね、割と俺が有利な感じで進めてるんですよ。これはもう普通に。でちょうど今画面上の、まあ、今攻撃したゴブリンの左側に岩みたいなのがあるんですけど、まあ、ダンジョンによってはこう岩がお邪魔岩が出てきて、うん、普通のモンスターはあそこを越えられないんですけど、うん、さっき持っていたけどナイトメアっていうキャラクターは、はいはい、少し分かりづらいんですけど、キャラクターの上のアイコンの下に羽マークみたいなのがついてるんですね。あれ持ってるとあの岩を飛び越えられたりだとか、敵を飛び越えられたりだとかっていうので、うん、もっと縦横無尽に動けるようになるんですね、うん、強いパーティーですね。そうなんです、頑張ったんですよ。こういうゲームね、たまんなく好きなんですよ。本当に。そう言っていただけると、はい、ボス戦ですね、はい、そうボス戦はね、ちょっと聞きたいことがいろいろあるんですよ。はいはいはい。まずあのこいつって落ちますか。落ちます。ほらやっぱり努力は無駄じゃないんだよな。このゲームに設定されているダンジョンで登場するモンスターは、うん、一応全て落ちます。え、マジですか。全て落ちます。俺も初めて知った。絶対落ちないと思った。ただやっぱ高い難易度の方が、うん、まあ、正直入手はしやすいっていう感じにはなってます、ね、それモチベーションにつながるわ。なんで結構ユーザー様からこういうの落ちたとかっていうのあるんですけど、はいはい、あれは嘘じゃない、ね、嘘じゃないんです。あでボスはあれですよね、見てもらうと分かると思うんですけど、4つのマスを占めるような、ね、そうそうそう、で結構いろいろやってくるんだよな。そうですね。で通常のこのボスと通常の なんと1マスのモンスターの違いが、うん、4マス分ボスモンスター大きさ食ってるので、うんうん、例えば今のナイトメアとか、うん、あの2方向に矢印がリーチしている場合は、はいはい、どっちもコンボとしてカウントされるんです、ね、うん、なのでボスはなるべくあの、うん、矢印が2個当たる状態で隣接するとどん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 コンボ数が上がっていくので、うん、なるほど、いいんですけど、逆にボスちょっと毎ターン矢印がちょっと変わったりすると思うんですね、うん、ボスの攻撃方向のあれで、はいはい、今回は避けるかとか、あ、それとも戦いに行くかっていうのを、はいはい、まあ、見極めてほしいです、ね、これ攻撃パターンと覚えちゃえば、そのあでかい攻撃が来るとか覚えておけば避けられる感じですか。避けられます。ああ、うん、おっとおっと言ってるうちに大丈夫ですか。大丈夫ですか。全然大丈夫ですか。全然大丈夫。うちのチームは強いですからね。これで吹っ飛ばされる。このなんか演出すっごい豪華ですよね、うん、そう言っていただけると。これ喋っていいのか分かんないですけど昔ね、はい、あの某あの銀座の、はい、銀座、うん、有楽町か。あ、有楽町ですね。で飲み屋でね、はい、一番最初このタイトルを目黒さんに見せたんですよ、こっそり。おお、はい、そしたらこの男ね、はい、地味だって言いやがったんですよ。言いましたっけ。言いました。言ってました。私はこれめちゃ思います。あれ言いましたっけ。でムカーっと来て、ちょっと演出とか派手にしろって言ったんですよ。あ、じゃあだいぶその時から変わったんですか。変わりました。演出面では結構全 然、はい、全然違いますね、はい、めちゃくちゃいいですよ、はい、僕のおかげですね、これね。最後の2週間ぐらいでぶち込んだ気がしますね。マスターだって言ってるのに。でね、これあのスキルが使えるようになるんですよね、はい、あの、うん、ターンが進んでくるとっていうか。そうですね。例えばこいつ、これかっこいいですよ。これもエフェクトが強いんですよね。そう、この
でこの騎士のスキルの場合は縦一列にスキルを攻撃するんですけど、うん、まあ、例えばボスだとやっぱり2マスのボスキャラなんで、うん、うまくはめれば明らかに2個分のダメージとかっていう形になりますね、はい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 、うん、やっぱ配置が重要なんだな、どうやってそこに持っていくかみたいなのが、うん、逆に言うと、まあ、ちょっと今回はあんまりそういうケースないかもしれないですけど、うん、はいはい、ボスによってはもうあからさまに大きいんで、うん、あえて自分のキャラを変なところに移動させるとボスがそっちに移動できなくなっちゃうんですよね、うん、あ、はいはいはい、そういう意味でボスの動きをうまく制限してあげながら自分の優位な方向に進めていくっていうのも、あ、はいはいはい、まあ、一個考え方としては、なるほど、ボスによってはあります。次、うんうん、攻めよう。こいつも袋のネズミですよ、うん、多分ここから多分全体攻撃が、おー、おー、すげー、まあ大丈夫ですね。左、あの下の子を下に動かしてたからね、下の子を左に、そうですね、あ、はい、その通りですね、こいつ、はい、それをもう一個左に動かしてあげると2ターン、2コンボ分が増える、お、これでいけるかな、あ、いった、落ちろ、ただ落ちろ、残念、あ、落ちるんだよな、持ってないっすね。ちょ、逆にここを今の説明の下り的に出してもらって、そう、あ、なるほど、ユーザー出ました、出ましたって、嘘じゃなかったですってちょっと見せてもらわないと。じゃあ大塚さん落ちるまでふざけちょ、何度も乗せるんだってでもね、いくつかあの知りたいなというか聞きたいことがあって、はい、あのモンスターの、ね、育て方なんですよ。はいはいはい、はい、今育て方、これ僕のリアルなボックスですけど、はい、今こんな感じになってて、で、あの素材系を入れてるそうなんですよ。あ、でもあの、まあ、ちょっと属性あれですけど、はい、緑色の中段ぐらいに、はい、女の子のアイコンがあると思うんですね、この子ね、うん、ピクシーっていうのなんですけど、はいはいはい、この子のシリーズが、うん、あのダンジョン中で石板っていうのを集めると必ず全属性1体ずつ手に入るんですけど、この子全部育てるとめちゃくちゃ強いです。あ、マジですか。あの HP の回復キャラクターがもともとは多分フェアリーっていうキャラクターなんですけど、ね、このキャラクターはあのパーセンテージで回復するので最後まですごい使えるんですね。あ、なので、でしかも3段階目まで、これ3段階進化するんですけど、はいはい、3段階まで進化するとあの、はい、さっきのドレイクって騎士と同じ飛車の矢印によって拡張されるので、結構使いやすくなってきて、もし後半ダンジョンを進めていくときに、はいはい、あの攻撃キャラだけだとどうしても HP が足りなくなっちゃうって時とかは育てておくと安心です。あ、この子はどうですか。レッドゴーレムはあの HP が結構高いキャラクターの代わりに、はい、あの攻撃力が低いので、はい、縦のキャラクターになるんですね、はい、なんか例えばボスの時に、はい、とりあえずゴーレムを一発目に表に出しておいて、はいはい、ボスを攻めてこさせないようにしてから、はい、いい陣地を組むっていうのがいいかもしれません、はい、あ、なるほどね。ちょっと気をつけなきゃいけないのは、はい、今のメンバーだと、はいはい、ドレイクっていうキャラクターのリーダースキルだと、うん、はい、あの属性関係ないので、はい、誰を入れてもらっても全然大丈夫なんですけど、はいはい、さっき結構いいキャラですよって言ったナイトメアの、はい、このキャラクターは属性縛りのリーダースキルで闇に統一しないと進化を発揮しないので、それはちょっと闇パーをちょっと作るか、まあ、やっぱドレイクとして作るかによってもまたモンスターの選定が変わってくるかもしれないです。僕このナイトメアを引いた時あのもうスーパーレアだったんで、はいはい、超嬉しくってしばらくナイトメアをリーダーにしちゃったんですけど、はいはい、どうもなんかおかしいなと思ってそしたらあのパーティーにいるのが闇 の、はい、あのモンスターはこの子だけで、はいはいはい、全然あの進化を発揮できなくて、で最近またドレイクに戻したんですよ。あ、じゃあ全部消しましょうよ闇以外縛ったら面白いですよね。なんでつうか今喋ってることって、はい、全部パズドラでも基本のことじゃないですかお前何やってんだってさてそんな感じでいかがでしたか、うん、はい、すげえ参考になった。だから本当将棋とチェスとあと軍人将棋とか、うん、あの本当往年 の、 あのボードゲームが本当合わさって、しかもそれに演出が加わってっていう感じで、はい、なんか現代のスマホのボードゲームっていう看板に偽りなしっていう、たまにはいいこと言いますたまに何でそういうぶっこんでくるちなみに今日の収録で一番へーって言ってたの横内さんだから大課長が一番驚いてましたね、まあギルドメンバーですしね。そう、横さん、ね、あ、そうです。我々ね、同じギルドで頑張ってますからね。俺らのギルド見せましょうよ。見せましょう。自慢の。大課長が、はい、我々2人よりも全然先行したんですけど、はい、今ランク俺と同じですからね。何気にサボってますからね。はい、まあ、ギルド育てると、はい、ギルドメンバー全員の例えば HP とか攻撃力とかクリティカル発生率が上がってくので、はい、所属してるだけでみんなのが上がるので、はいはい、まあ、みんなでワイ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 育成をしていただいて、はい、うん、まあ
うまく育っていただいたらなと、うん、このギルド部分もどんどん進化していくんですね。そうですね、はい、まあ、いろいろ考えているので、はい、まあ、追っていろいろな楽しい情報でできたらなと思ってます、はいはい、じゃあ今後も継続して遊ばせていただきますので、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあガンホープレゼンツでお送りしたカドマン&中目黒のこれ知ってる、はいはい、ガンホープレゼンツ、はい、次回もよろしくお願いします。お前ら見ろよ。